金色に輝くトロフィー、ご覧いただいているのは来週20日に開幕するラグビーワールドカップの優勝トロフィー、ウェブエリスカップです。今回大会組織委員会から特別にお借りしてきました。こんばんは。こんばんは。9月13日金曜日の東京 MX ニュースです。こちらのカップは純銀製でして、表面は金箔に覆われています。その高さはおよそ50センチ、そして重さは 4.5 キロあるということです。まあ、本当はね、こちら持ち上げて重さをお伝えしたいところなんですけれども、はい、触れることができるのは組織委員会の人たち、そして優勝チームの選手たちだけなんですね。はい、私たちがこう手袋をしたとしてもこれには触れることができません。そうなんですよね。はい、もう厳重に管理されていますよね。はい、触ることができないというのは少し残念ではありますけれども、うん、それだけ貴重なものということですよね。はい、そしてこちらのカップの下の部分ご覧ください。こちらには過去8大会の歴代優勝チームの名前が刻印されています。自国開催ですから、なんとかこの優勝カップを掲げて、はい、ジャパンという文字をですね、刻んでほしいですよ ね。その姿見たいですよね。はい、その日本代表、昨日から都内で直前合宿に入り、本格的な練習をスタートさせました。開幕戦が行われる調布市も盛り上がっているようです。1週間後に控える開幕戦に向け、日本代表メンバーは今日から全体練習を始め、最終調整に入りました。昨日から都内で事前合宿をスタートさせた日本代表。今日は午前9時から練習が始まり、冒頭15分のみ報道陣に公開されました。チームの指揮を取るジェイミー・ジョセフヘッドコーチが見守る中、キャプテンのリーチ・マイケル選手ら31人の代表メンバーが、この4年間で磨いてきたサインプレーや攻守の連携などを確認していました。チームの目標は前回大会を上回るベスト8以上。最終調整に4年はありません。こちら調布の街では大盛りグルメでラグビーを盛り上げています。初戦が開かれる調布市の観光協会は、ラグビーを盛り上げようと市内の9つの飲食店で大盛りメニューを提供。おいしく街を巡ってもらおうという狙いです。こちらの洋食店では、お待たせしました、こちら当店のデカ盛りブレブロスパでございます。すごい大きさで迫力あります。総重量は3キロ。およそ5人前のスパゲティの上に自家製のデミグラスハンバーグを2つ、そしてラグビーボール型のチーズオムレツが乗った豪快なメニューです。うん、あっさりとしたトマトソースがスパゲティに絡んでいて美味しいです。市内のデカ盛りメニューは一人でもトライできますが、家族や友人と分けて食べても大丈夫だということです。次に訪れたのは、こちらのおしゃれなカフェでもラグビーのデカ盛りメニューが食べられるんです。お待たせいたしました、ラグビースイーツマウンテンです。すごい高さですね。ワッフルにクリームと、とっても美味しそうです。自家製のシフォンケーキ2人前と焼きたてのアメリカンワッフル4人前が山のようにそびえ立っている。その名もラグビースイーツマウンテン。白いホイップとベリーのシロップで日本代表のユニフォームをイメージ。サクサクのワッフルにホイップと甘いソースが絡み合って美味しいです。ウォークラリーでは他にも激辛メニューを6店舗で提供していて、大盛りと激辛の両面でラグビーを盛り上げていきます。
さあ今日は特別にラグビーワールドカップ優勝トロフィー本物をスタジオにお借りしています、はい、もう輝きがありすぎてね私たちがちょっと霞んでしまいそうですけど ね存在感がすごいですよ ですよね。さあ大会まで1週間になりました、まあ、こうして試合各地でいろんな盛り上がりを見せているのは非常に嬉しいことですよね、はい、都庁では日本代表選手たちの活躍を祈願するセレモニーが行われているということで中継でお伝えします。藤本さん。はい、こちら都庁第一庁舎南45階展望室です。午後6時に日本代表チームの選手たちがこの会場に到着する予定だったんですが交通事情により今選手の到着が遅れているところです。今回東京都がワールドカップの公認キャンプ地であることからウェルカムセレモニーはここ都庁で行われることになりました。この後セレモニーではワールドカップ出場への栄誉を称える開会宣言そして余興では和太鼓の演奏なども行われる予定です。そしてその他こちらワールドカップ出場の証として選手たち全員にこのような記念品も授与されます。こちらは桜の花をあしらった記念メダルピンクゴールドの記念メダルです。そしてこのようなデザインの記念キャップも一人一人に贈呈されるということです。私は今朝からこのワールドカップの取材続けてきましたが選手たちを間近に見るとその体格であったりそしてオーラであったり本当に圧倒的な迫力でした。そして今日からは全体練習に入った選手たちなんですが和やかなムードリラックスしたムードで練習も行われていました。チーム作りも最終段階本当に順調に仕上がっているんだなと感じました。大会での選手たちの大いなる活躍を期待したいと思います。以上中継でお伝えしました。はい、日本代表は来週20日の午後7時45分からラグビーワールドカップの開幕戦でロシアと対戦します。初戦を白星で飾れるようにエールを送りましょう。はい